皆さん、おはようございます。マーティン、では、のミラクーボーイ、キングタクです。長野県の道の駅、どんどん紹介いたします。大量すぎてね、分けてお送りしております。えー、長野県の信州平屋、平屋村にあります。サウナもあって温泉施設、泊まれます。ひまわり亭が美味しいですよ。長野県飯島町の田りの里。 道をアルプスと南アルプスに囲まれた場所ですね。はい。道の駅東山号、富山の金山じゃありませんよ。はい。山目定食おいしいよ。道の駅中城、これ、おぶっこを堪能ですね。はい。道の駅、これはね、長野市にあります。長野市、同じく長野市の大岡特産センター、特産品が本当にいいですね。伝統な味。はい。道の駅、所持地の奈良木その大橋、奈良宿へ歩いて5分の道の駅です。はい。道の駅、野沢温泉村にある野沢温泉。 こういう名所があってねカレーが美味しいんですよ実ははい道の駅白馬白馬村にありますこういうキャラクターグッズ勢ぞろいです道の駅花の駅千曲川飯山市にありますこういうカフェもいいんですねはい花の里飯島こういう果物馬刺しどれも美味しいですはい道の駅日置敷駒高原こういう木曽町のどでかい婚優作美味しいですねはい道の駅 ファーム、スキジマダイラ、スキジマダイラですね。はい。ブランド品が満載です。はい。道を行き、風穴の里、松本市にあります。冷蔵庫を体験、体感できます。はい。道を行き中ふ、ふるさと、トヨタ中野市にあります。高野、辰行きのふるさとに立ちますね。はい。これ、高速道路の近くにあります。はい。道を行き、ヘルシーテラス、久南、健康がテーマでございます。ビュッフェもございます。私の大好きなビュッフェです。 道の駅ぽかぽかランドミーマ朝です。大町市にあります。もう、温泉も併設して、いいですねー道の駅ホットパーク、浅品、こういう田園風景で癒されます。あー、癒されるー道の駅丸メロの駅、長里、先ほどは佐久市、長門、ま、町ですね。はい。温泉があってで、いいですねー。癒されたい。道の駅、三宅、三宅海じゃありません。三宅です。木曽市町にあります。清流川が、 流れ本当に綺麗です道の駅南アルプス村長屋長谷です長谷稲市にありますこういうパンが特に美味しいです南信州ウルぎウルぎ村ですねはい素朴さが感じられる場所でございます道の駅南信州豊岡丸市で豊岡村市場ですねはい南信州の台所ですねもうレストランが美味しいんですよ道の駅三ま三み市にあります 御嶽海でもありません。これもはい。温泉があっていいですし、テニスコートもあって充実してて、もう行ってみたいー,ー道の駅、女神の里、縦品。これ、縦品町あります。リンゴが美味しいですよ。はい。道の駅、雷電、るみの里、大相撲の力士の名前、雷電資料館があって、竜電じゃありません。雷電です。はい。三宅市ですね。はい。 蕎麦も美味しいですよ竜電じゃなくて雷電です覚えてください。というわけで長野の道行きパート2でした。バイバーイ。